今日はパンに必要なイーストのことについてちょっとお話ししていきたいと思います。パンを作るときに必ず必要なのがこの発酵に必要不可欠なイーストです。まあ、本来ですねイーストっていうのは酵母のことなので、まあドライだろうが、まあ、生だろうが、まあ、自然界に生息する微生物が元になっているんですよね。よくパンの発酵に使われるもので天然酵母とイーストがあると、日本ではそれがなんか一般的にこう言葉で分けられているイメージなんですけれども、イーストっていうのは英語で酵母という意味なので、まあ、発酵させるものを全体的にイーストっていうんだと思うんですけれども、日本ではどちらかというと天然のものは天然酵母というし、人工的に作られた製品になっているものはイーストっていうふうにこう言い方を分けているんですね。なのでちょっとその辺でこうこんがらがっちゃう感じのところもあるんですけれども、天然酵母は体に良くてイーストは体に良くないとか、なんかそういうふうな擦り込みといいますかね、あるなというふうに私は思っています。で最初に結論を言うと、天然で培養しているか人工で培養しているかの違いなんですよね。なので天然酵母っていうのは、まあ、果実とか穀物とか自然についている酵母のことですので、天然酵母やられる方は果物とか、あとはまあレーズンがね特に多かったりしますし、天然酵母に名前がついてよく売られているもの、あれは名前を付けた方がそこで見つけてその酵母を自分で培養して商品になっているものです。これはその酵母を見つけた時に酵母が付いている素材に水とか糖類を加えて培養させて培養液を作っていくんですけれども、パン屋さんとかで一般にやられているのはライ麦についている酵母を培養したりとか、あとレーズンについている酵母を培養して作って、それを発酵の元にしたりするっていうことがすごく多いと思います。まあ、素材によってですねいろいろな菌が含まれるので、その菌によってパンの味わいに変化を出すことができるのが大きな特徴だと思います。でもその反面発酵力がとても弱いので時間もかかりますし、まあ、その見極め方、これがちゃんと酵母が成長しているのかとか加えた時に発酵具合がその日によって変わってきたりするので、そういうのをちゃんと見極める経験がすごく必要だなと思っています。逆にですね、このイーストって言われている商品として売られているものですね、これは自然界の酵母にある様々な種類の中からパンに適した酵母だけを選んで、それを工場で培養させています。生イーストっていう風な名前がついているものは生ですし、それを乾燥させたものをドライイーストと呼ばれています。発酵に適したものを菌だけを選んで培養しているので、発酵力がとても強くて安定していますし、まあ、それをもとにレシピ通りに作れば必ず同じように発酵するという計算ができるっていうのがいいんじゃないかなと思います。パン屋さんでもね、アルバイトみたいな方がたくさんいたりとか、大きなパン屋さんなんかではイースト系のものを使っているところがとても多いと思います。いつも同じ状態のパンに仕上がるっていうのがやっぱり安定的な提供につながるので、そういう面でも使われているんだなと思います。で、元になっている酵母は同じ自然界の微生物なんですけれども、天然人工というふうに、天然というと体に良さそうなイメージがあって、まあ、それが言葉の持つ概念って言いますかね、それにとらわれてしまいがちなんですけれども、どちらも自然界の酵母が元になっています。まあ、どちらがいいというわけではなくて、使いやすいものを選ぶとか仕上がりの好みによって分けていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、自分のオリジナルのですね酵母を作ってそれを使ってパン作りを楽しむというのでもいいと思いますし、いつもね同じようなペースで作りたいんだっていう方はやっぱりイーストの方が使いやすいんじゃないかなと思います。一般的に商品として売られているイーストの中にも大きく分けて3つの種類がありまして、まずですねパン屋さんでよく使われている生イースト、これはね大きなバターみたいな感じで売られています。で、それを削ってパン の生地の中に混ぜ込んでいくんですけれども、これは本当にパン作りに適した酵母を培養してこう塊にしたものなので、まあ、水分量が 70% くらいあります。
冷蔵庫で1ヶ月ぐらいしか保存できないので頻繁にこう使う方にはいいと思いますけれども、少しずつしか焼かないとなかなか使い切れないので難しいかなと思います。で、水に溶いてそれを生地に入れていくっていう使い方ですね。で、それからドライイーストっていうのがあるんですが、これは予備発酵が必要になってくるので、一般的にスーパーで売られているインスタントドライイーストとはちょっとですね、一手間かけないと発酵が難しいタイプです。乾燥させても死なずに、まあ、休眠していけるような酵母だけを培養して低温で乾燥させていますので、まあ、水分量は 10% 以下だと思いますが、未開封だったら常温で2年ぐらい保存が可能ということです。ぬるま湯で溶いて戻してから使うという使い方です。それから最後にインスタントドライイーストですが、私が動画の中でも使っていますし、一般的にまあよく使われているイーストです。まあ、誰でもうまく作れるということで、まあ、発酵するかしないかもあまり気にしなくてもいいとか、そのまま材料の中に入れてもすぐ溶けるので、予備的な準備もいらないですし、とっても簡単に使えるタイプです。ドライイーストと一緒で同じような保存期間ですし、まあ、同じような酵母を使って培養されていますので、普通の家庭で作るパンにはこのインスタントドライイーストがとってもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この生イースト、ドライイースト、インスタントドライイーストの目安ですが、まあ、10対5対4っていうふうに大体言われています。使う量ですね。なのでインスタントドライイーストが、まあ、4だったらドライイーストは5にして、生イーストは10にするみたいな感じで考えていただければ、同じように発酵ができると思います。先日ですね、コメントでイーストの赤サフと青サフの違いについて教えてくださいという質問があったので、お答えしていきたいと思います。この質問にあったこの赤サフと青サフっていうのがですね、インスタントドライイーストの商品の中にあるサフという商品の種類のことなんですね。まずサフっていうのはフランスのサフ社という会社の名前でして、そこで作られている、まあ、イーストが会社名そのまま使われているということです。インスタントドライイーストの中に赤サフ、青サフ、金サフという種類があって、その違いということなんですが、まあ、この会社は本当いろんな種類を作っている会社なんですけれども、まあ、日本の一般的な家庭で作るような方が買えるのは、まあ、このインスタントドライイーストの小分けにされたものが多いと思うんですよね。で、よく目にするものが赤いパッケージと青いパッケージと金のパッケージがあるんです。まずですね、この赤サフというのが多分すごく一般的で、どこの製菓材料のお店にもあるし、ネットショッピングなんかでもこの赤サフの方をよく見かけることが多いと思うんですが、赤サフは糖分が 12% までの、まあ、普通の生地に向いてますよということが、書かれています。ビタミン C というものが添加されているのが特徴で、でこのビタミン C を添加させるのはどうしてかというと、グルテンをまあ強くする作用があるんですよね。でグルテンがしっかりするっていうことは、発酵がしやすくボリュームが出やすくなるので、とても使いやすいドライイーストですね。そして青サフっていうのが、内容的には赤サフとほぼ同じで、このビタミン C が添加されていないのが大きな違いです。ビタミン C が添加されてるってことは、まあ、ある種添加物なので、そういうのが嫌いな方にはこの青サフおすすめですが、ビタミン C が先ほども言いましたけども、グルテンを強くする作用があるのでちょっと使いにくい。以前何度か使ったことあるんですけれども、生地の状態を見極められて、でそこで修正できるような方にはまあまあ使えるかなと思いますけれども、特にですね、この青サフは油脂が入らないパンにとってはすごく難しいと言いますか、こうグルテンが強化されないので、その辺をちゃんとしてもらえるような方にはいいと思いますけれども、特にまあ油脂が入らないものにはちょっと難しいんじゃないかなと思います。それから金サフというのがあるんですが、耐糖性のドライイーストなので、糖分がいっぱい入るような甘い生地の時に使うのが一般的なんですね。
糖分 12% 以上の生地に向いていますよということなので、 300g の例えば粉を使うとしたら、お砂糖が 36g 以上入れる場合に金沙風がおすすめですよということです。ですが家庭で作るパンに関しては、これだけ特別に甘いパン用に持っていても、使う頻度が高くないと日にちも過ぎてしまいますし、割高になってしまうので、たとえ砂糖が 36g それ以上入っても、まあそれ以上入るとね、相当甘くなるので、まあ、そんなパンなかなか作らないんじゃないかなと思うんですけどもね。普通でも 300g でだいたい 30g も入るとね、結構な甘さだと思うんですよ。まあ、よっぽど甘いパンばっかり作る人はこの金沙風を選べばいいと思いますが、たとえ 36g 以上お砂糖が入ったとしても赤砂風で十分対応可能だと思います。この金沙風の方にもビタミン C が添加されています。この3種類もあるとね、やっぱり迷うと思うんですけれども、実際に3つとも使って私が感じている作りやすさで言ったら、もう赤砂風が圧倒的に使いやすいですし、発酵もしやすいし失敗しにくいので、家庭で作るパンにはこの赤砂風がおすすめかなと思います。で、冷凍なら1年、冷蔵庫で6ヶ月は保存できますし、実際はもっともっと使えると思います。で、これはもうインスタントドライイースト全般に言えることなんですけれども、だいたい粉 100g に対して、まあ、1% から 2% ぐらいが適量かなと思いますので、例えば 300g の粉だとしたら、基本としてるのは 4g ぐらいのイーストがいいかなと思っているんですけれども、まあ、そういうことで考えると、毎日作る人だったら3ヶ月ちょっとでなくなる計算なので、まあ、ぜひ買っても心配しないで使っていただきたいと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。